はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。山根様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。山根さんも古くからご支援して、いただいている方で、感謝しております。恐縮です。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。画像提供ありました。12月18日日曜日、阿佐ヶ谷で岸田政権倒せデモっていうのが、行われたようです。プラカードがですね、ものすごいやっててですね、で、洞口、杉並区議がおるんで、まあ、主催は中核派と、中核派のデモであった。洞口の上り、2本ぐらいありますね。戦争や岸田を倒せ、軍事費2倍反対署名、日本はミャンマーから手を引け、中距離ミサイル配備反対、救助を変えるな、洞口智子と、要求がてんこ盛りすぎてですね、何が何やら何のデモなのかな、洞口区議の統一選に向けての宣伝活動も兼ねてんですかね。春の選挙に向けて杉並でこういうのが、まあ、活発化すると予想されます。杉並区って前進者っていうのがあって、中核派の本拠地ですもんね。年に1回ぐらいガサ入れ食ってて、で、ガサ入れの捜査員が体温チェックとアルコール消毒をしてから、ガサ入れ、してる、映像あって笑いましたけれども、中核派のね、人らが、捜査員にこうピッピッてやって体温チェックしてからガサ入れに入るっつうね。社員 OB 3人程度で細々と調べてるっていう噂のですね、毎日新聞世論調査なんか、別会社作って、そこに OB 3人ぐらい押し込んで、で、外部委託みたいな形してるらしいんですけど、岸田政権支持率 25% で、発足以来、発足って読む場合もあんな、最低を記録しました。末期の麻生政権でですね、23% って数字見たことはあるんですけど、私。他、反撃能力獲得に賛成 59%、6割、反対 27%。これ、怪しいな。これ、合わすとですね、わからない、どちらでもないが、10% ぐらいしかいない計算になりますもんね。本当は賛成もっと多いんじゃねえの、反対もっと少ねえんじゃねえのっていう疑惑があります。だいたい日本人に聞くと、わからない、どちらでもないっていうのが 2,3 割いくのが普通ですから。増税反対 69%、 7割賛成 23%、これも怪しいな。どちらでもない、わからないが少なすぎるよ。8% ぐらいしかいないことになっちゃうもんね。ネットの話、毎日の調査って当てになるの？まだまだ高いな。不支持率7割。きたー。はよ、やめろ、ゴミ。これ岸田総理のことですね。増税しか頭にないからな、こいつ。3年は選挙ないのに、支持率なんて気にしないだろ。そんなことないよ。地方選、統一選とか、そういうのが、ありますんで、知事選とか市長選とか、そこでね、自民曲げまぐったら、そりゃ気にしますよ。国民の義務とか言って、増税すんだから当然だろう。国民自らの責任と、所得増税しないと言ったのは、負担感がないようにという意味で、ごまかし欺瞞、嘘、大げさ、紛らわしいのが悪評価のようでして、特に負担感がないようにっていうことなんです。増税しないっていうことではありませんって言ったことに対してですね、今でもすごい負担なんだけど、非難号号、入速、2チャンネルニュース速報でしばらく1位でした。そんな中、12月16日、自民党政権奪取10周年パーティー開催。総理はすき焼きと福島産の日本酒に舌鼓を打ち、皆様のおかげで年を越せそうだと挨拶と。ネットなのす、いや越せてねえ。税金で食うすき焼きはうまいか。年越し用餅を買う金もない。本当か本当か。砂糖の切り餅とか安いですけどね、こっちは卵すら高いと感じているのに、国民は寒いです。本当に国民を見ていない。
ツイッターにしねしね書かれてて笑う。思った以上に頭の軽い男だった。頭が悪いの隠せてないこのカマキリ野郎が、野党がひどすぎなければ自民以外にも投票するのに、岸田は頭良くないよね、これは嫌われてるっていうより憎まれてきたな。そろそろ増税言ってるもんですからね。まあ支持率 25% になっちゃったもんね。無事に年越せてなくない本人だけ自覚なくて無事に年を越せてって言ってっけど、越せてなくねえかこれ。そこら辺もなんか浮世離れしてんですよね。なんか自分さえ良ければいいって思ってる人のセリフですよね。万事他人事で、よそ事でパワーアッタしててですね、良きに計らい的な、高知会の陰口は公家衆だ、浮世離れしてんですね。同じ広島貴族の宮沢洋一なんかと一緒にね、負担感がないように賃金上がったら増税して増えた分取られるんじゃ、勤労意欲も減退しますよ。商売したことないからこういうとこ全然分かってないのかな。自分が何言ってか全然分かってないのかな。商売経験の有無でなくて単純にバカなだけって、説も支持します。そんな気もしてきました。商売やったことねえから自営業者やったことねえから、仕組みがわかんねえんだっていうんじゃなくて単純に頭が悪い、ポーっとしている、すき焼き食って日本酒飲んで無事に年を越せた、支持率 25% なんだから無事越せてねえよ。そういえば2012年12月に民主党が野党転落したんでした。埼玉にですね、衆院選で自民が勝って、与党に返り咲いたんですけど、埼玉に、安倍総理が選挙応援に来るんで見に行きました。寒かった、すっごい寒かった覚えがあります。なんかね、証明者で工事用の証明書で球場みたいに会場を照らしてた、明るかったの思ってます。もう10年経つのか、早いな。傷に、塩塗る読売記事、野党は混迷の10年、離合集散で多弱化、野党は多弱化が進み最強の兆しは見えない。そっとしてあげなよ。まあ、かばってる、つもりなのかもしれないけどさ。つまり、離合集散、くっついたり離れたりしたんで、弱ったって、一応ね、かばってるみたいなんですけれども、ネットの話、ところで立憲と共産は、何の役に立ってんだ。どうしてこいつらは、ありえない、バカなことばかり言うのか。与党支持率が下がっても、野党の支持率は上がらないのが民意。与党の増税に対して小さな政府目指すくらいの対立軸がないと野党は支持されない。ところが与党以上に野党って財務省言いなりじゃないですか。特に立憲、鳩山由紀夫の、子供手当、母ちゃんからの小遣い、贈与税脱税見逃してもらった、黙認してもらったのから始まって、菅直人のですね、北朝鮮関係団体への政治献金、これも勘弁してもらって、あと野田佳彦が議員浪人中に千葉の船橋の民団に養っててもらったみたいなことも おめこぼししてもらって、全く頭上がんないですよね、立憲は。財務省に、だからね、増税だなんて言って、これ野党が叩くチャンスなのに、だんまり、静か、決め込んでおりますよね。増税与党 VS 小さな政府主義、いいこと言うな、なるほどな、男女共同参画費やめろ、あとね、子供庁なんかも何やんだかわかんないですよね。少子化対策ダーナス、少子化対策と男女共同参画は、バーターだから、相矛盾する条件だから、女性が社会に進出すればするほど少子化進むから、これは物理的っていうか仕方のないことで、これを同時にやろうとするのが間違ってる、どっちもやめたらっていうのが私のアイデアですけど、ハングル簡体字表記にも無駄な税金ですね、水戸にもあったけど、こういうのも全部削れて、役所と癒着した赤の食い物なんだからね、コラボなんかと一緒でね、男女共同関係、三角関係団体も税金にたがる規制中だしね、10年前に野党転落した民主党がですね、党大反省会、
民主党大反省会と称して集会したんですよ。野党転落したばっかの時、反省会とは名ばかりの終始言い訳、全員終始、司会が反省点なんかないですか、促してもですね無視して、結局最後まで言い訳しまくってですね、俺は悪くない、悪いのは自民党とバカな有権者とか言い出して、終了しておりました。どうしてもですね、自分らの悪い点がわからないで、私たちの何がこんなに嫌われたのでしょうか。ネットでアンケートを開始したんですけど、一番受けた回答がですね、そんなこともわからないところが嫌いという回答が一番受けておりました。あの毎日の調査ですら7割が賛成している反撃能力獲得に正式に反対表明してましたもんね、立憲と共産は。社民と令和はまだなのかもしれないし、もう出してんだけど報道ないから私が知らないのか相手にされてないのかは不明なんですけど、空気の読めなさ岸田以上支持されるわけがありません。反撃能力7割賛成なのにそれに反対って、じゃあ残りの3割狙ってんのか、そんなんじゃ与党無理ですよって話でね。読売はそれでも気遣ってですね、李郷衆参で多弱化に原因があるとしておりますけれども、靴号が離れようが強いとこは強いし、バカなとこはバカなままですよ。こいつらがバカすぎっから自民しか選択肢がねえのが日本の不幸。自民も釣られて劣化してバカになって増税しか言えなくなってんですよね。バカでも務まっから、もっとバカがいるからバカでも当選できっから、自民党が劣化、こいつらがバカのままでいられるのはテレビ新聞がですね徹底的にかばうぬるま湯にいるからですね。テレビ新聞が取り上げないことは世の中に存在しないって、TBS の元社長が豪語20年ぐらいに前にしたんですけれども、放送しちまえばそれが真実とも言ってたな、 TBS の社長。もうそれは通用しない世の中になりました。メディアの影響力低下とともにですね、かばいきれなくて立憲共産の支持率も右肩下がり、これは立憲と共産の支持率の低下、右肩下がりが終わんないのはテレビ新聞の影響力低下が止まんないから、シンクロしてんじゃないかと私は推理いたします。単にログでもないこいつらの実態がメディアの影響力低下でバレたってだけですよね。まあ当たり前すぎてすれも伸びません。2ちゃんにこのスレッドあったんですけど、いつまでたってもコメント数50とかでもう全然伸びません。当たり前すぎて、ネット見もですね、立憲と共産が何をわめこうがどうなろうが興味ないみたい。もう昔だったらもうちょっと盛り上がったんですけどね、こんなバカなこと言ってるこいつら、すっかりもう勢いがないから、あ、有害じゃないな、あ、前ほどはっていうことで興味なくした感じであります。反撃能力獲得を閣議決定したことについて米国歓迎、新同盟時代、韓国政府ギャオーン、中央日報かなんかの記事ですね。ネットの話、コウモリってはっきりわかるんだね。韓国のアメリカの韓国離れ、最前線を日本海に下げるだけ、まるで敵国の反応じゃなくて敵国、バカすぎて話にならない。何十年も甘やかしてきた自民党のせい、内政干渉うるせえぞ。まずは竹島で反撃能力を試そう。日韓友好なんてものはない。竹島でトマホーク連隊の演習するのはいいですね。無人島標的に演習しましたってことで、トマホーク雨あられ降らしたらいいんだねの。米と韓で反応が違うのはまあ知ったことではないな。それで米韓同盟がギクシャクしても知ったことではないな。日本はなんせ韓国軍にレーダー照射ロックオンされて謝りもしねえ敵国ですから、竹島盗んでるし、交戦中の敵国なんだから、むしろアメリカが韓国を見放すように、後ろ盾がないように味方が減るように仕向けるべきなんだな。韓国が中国に何やら情報を送ってますとか、日米を裏切る準備してますとか、あることないとこあるとあることないことアメリカ政府に吹き込みのもありありのありですね。まあ、岸田にはできそうもないですけど、進めや進め日韓断交ということで、今日の単身です。
日銀発表、個人保有の金融資産が2005兆円突破で過去最高。いやー、あるとこにはあるんだなー。これ、会社保有の、金融資産というか、個人、あくまで個人ですから、会社とかが、まあ、公開してない株とかありますよね。100% 公開してる会社はないですから、これ、経営乗っ取られちゃうからね。会社が持ってる資産はまた別と、財務省の詭弁なんですけど、国債1200兆円は GDP の2倍じゃなくて国民資産の半分って言うべきなんだよな、この嘘つき財務省が。だって銀行に皆さん金預けるじゃないですか。銀行はその金で国債買うんだから、で利子をですね、預金した人に回すんだから借金じゃなくて資産なんですよね。だからGDP 云々って関係なくて、国民資産の何パーセントか、国民資産と同じぐらい政府が金借りてるって言ったら、これはそろそろやばいなってなりますけれどもね。2000兆円を年率 2% で手堅く運用したら40兆円になりますね。1人当たり40万円弱の投資の利益になりますね。2%。手堅いですね、これは。株の長期保有は不人気ですけど、今や一強となってて、日銀ぐらい潰れそうにない三菱 UFJ 銀行の配当は平均 4% であります。私もお金があったらこういうとこの株持ってたいんですけれども、なかなかね、復興税の一部を防衛費転用にすることについて被災地からは何言ってんの、ふざけんな。まあ復興のためっつって税金集めて徴収してんだから、まあそりゃそうだわな。その金被災地に使わねえの、まあ被災地は不満ですよね。20歳から65歳までの県別労働者平均年収の調査が判明しておりました。1位東京440万円、2位神奈川423万円、3位千葉410万円、4位埼玉401万円。なんか予想通り、首都圏強いなぁ。5位茨城400万円。これ私、ちょっと驚きました。ちょっと、水戸行ったばっかなんですけど、途中の常磐線がね、まあ田舎なんですよ。田んぼばっかり、山ばっかり。ちょっと驚いた。この5位の茨城は。43位。ここからワーストの方です。岩手354万円。44位。秋田351万円。東北弱いっすね。45位。高知349万円。46位。鳥取347万円。まあ、鳥取はそうかな。島根が意外と高いんだ。あと震災で一番ダメージ受けた宮城が、岩手より上なんだ。復興予算とか入ってからですかね、福島も。47位、沖縄341万円。なんか一番所得低いって思えねえんだよな、沖縄の人らみんな楽しそうでね。座り込んでもねえのに、座り込み3500何日って書いて、なんか働かなくてもやっていけそうな。あそこね、暖房じゃないや、冷房、暖房光熱費、あと雪かきとかのコストも、なくて、少ないお金でも楽しく暮らせていけるんじゃないでしょうか。なんかね、秋田、青森なんか、もうちょっと暗そうだもんね。おしんのイメージが、に引きずられてんのかな、私。閣議決定された新国家安保戦略文書にですね、愛国心明記。朝日新聞、ギャオーン、なんか文句垂れてました。とにかく不満なようで。しょぼい弁当一食につき、コラボがゲットした補助金は2600円だそうであります。無料で弁当の提供も受けてるし、笑いが止まりまへんな。税金にたかる、仕事はね。よぐま、都の方も、一食2600円。はい、わかりました。つって、金出したもんだよな。サンモニ、ペルー日本大使館、ペルー日本大使館を占拠した団体が全員虐殺されたけど、そういえばそんなのありましたね。なんか大使若宮さん若宮さん誘拐、あれは違ったっけ、違うとこだっけ、そんな事件もありました。センドロルミノソっていうのを
テロ組織が日本大使館を占拠して、何日かね、居座って大変な騒ぎになったの。20〜30年前だっけかな。テロ組織を鎮圧したら虐殺なんかよ。そもそも武力占拠しなければいいだろ。あっちが勝手に忍び込んできたんだろうと、ツッコミさと、言ったのはですね、カン、わかんねえ、なんて読むんですか、これ。コウチュウか、ナオチュウか、っていう学者。まだいだのがこいつって感じですね。確か東大の教授。常日頃から、日本の漫画はロリコンを助長すると、糾弾していた CNN 上級プロデューサー、9歳少女を暴行し逮捕。最低でも懲役10年。最高で終身刑になる模様であります。まあ、死刑がねえからね。綺麗事というパヨほど中身は汚いっていう実例が追加されました。また一つ、中国共産党、北京のここ2週間の死亡者はゼロです。朝日新聞、コロナで最大67万人が死亡した可能性、火葬場大混雑、処理を待つ40の遺体が床に転がっている。どうした朝日新聞、中国共産党の発表と違うこと報道しちゃって、気でも狂ったのかな。来日中国人がパブロンゴールド爆買い。日本新薬、大げさだよ。と呼び、億単位購入の強者も、買われすぎで国内品薄状態に。メーカーは儲かっていいんだろうけど、日本人にとっては迷惑の一言ですよ。薬屋行ってもパブロンゴールドねえな。まあ、それ以外あればいいのかな、いうような感じもしますけれども。新薬って大げさすぎんだろ。そういえばですね、外国人が、まあ、銭湯にとかですね、暑いと。銭湯に外国人が入って暑いと。ゆっくり入りながら、オーマイガーとか言ってんの。なんでお湯熱いぐらいで、おう、神よって大げさすぎんだろ。っていう話もありましたけれども。ロシア軍、ウクライナ民間人を拷問。子供も容赦なしと。まあ、真偽不明なんですけども。韓国ネイバー、反撃能力は竹島に向けたものだ。ギャオーン、後ろめたい自覚はあるんだな。韓国は交戦中の敵国だっちゅう自覚がないですね。無知な自民議員より、マシですけれどもね。あっちはよっぽど自覚あるよ。日本は交戦中の敵国だっていう自覚があるから、ギャオーンってやるんでしょ。全くですね、物知らなすぎる、与党議員。ダメだな。早く、物を知ってる、分かってる、高市さんとか、杉田さんとか、小野田さんとか、なんか女性ばっかりですね。青山さんとかが上に行ってくんねえかな、ベテランになってな。なんてことを思います。というわけで、メール党員さん、およびに、並びに、立候補していただける筑紫部長、大募集であります。動画説明欄、もっと見るからご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。